皆さんおはようございます。出席議員半数以上であります。これより議事日程第4号により本日の会議を開きます。はじめに市政一般質問に関わる発言の取り消しについてお諮りいたします。幸い大輔議員より9月7日の一般質問の冒頭における同会派の同僚議員に関わる発言文について取り消したい旨の申し入れがあっておりますので、会議規則第63条の規定により議会の許可を得るとするものであります。お諮りいたします。本件は取り消すことにご異議ありませんか。ご異議ないと認めます。よって本件は発言を取り消すことに決定いたしました。これより日程1、市政一般質問について9月7日に引き続き市政一般質問を行います。34番井上茂久議員。皆さんおはようございます。市民クラブの井上茂久です。それでは質問通告に基づきまして、大きく4点質問を行います。今回の質問通告は、議会活動の中で一般質問や常任委員会等で質疑を重ねたものであり、市長並びに理事社の明快前向きで簡潔具体的な答弁を求めます。まず大きな1点目、外郭団体の運営について1、長崎市外郭団体と経営検討委員会からの提言を受けての検討状況。外郭団体の運営につきましては、長崎市外郭団体と経営検討委員会から平成24年11月長崎市長に対しまして、団体への関与の在り方、団体に委託等している事業そのものの見直し等につきまして、一方、各団体には実施すべき業務改善、経営改善等について具体的な提言が行われました。提言から5年を経過する中で、長崎市と各団体への指摘を受けての人的関与、財政支援の在り方、団体の抜本的改革等の検討状況および現状の取り組み並びに課題について、基本的な考え方につきましては、本年2月議会で答弁をいただきましたので、改めて長崎市が 100% 出資する団体のうち、クリーン長崎、地産地消公社、野武崎振興公社につきまして、担当部署はそれぞれの団体の課題や改善すべき内容をどのように捉え、今後どのように取り組んでいくのか、また団体は例えば5カ年の中期計画を立てるなど計画的に取り組んでいるのか、合わせて現在どのように取り組んでいるのかお尋ねをいたします。大きな2点目、斜面市街地再生事業について1、進捗状況及び課題への対応。斜面市街地再生事業につきましては、国土交通大臣の承認を受け、平成7年度から特に整備が必要な8地区を重点地区として、老朽住宅の除去や建て替え、道路公園等の地区施設の整備、従前居住者の居住確保等を総合的に行い、防災性の向上や居住環境の改善を図ることを目的に整備事業が進められております。しかしながら、平成7年度の事業開始から20年以上経過する中、完成が見えない状況にあります。これらの事業が計画通りに進まない理由は、斜面地という地形上の制約、地区全体では総論賛成でありますが、権利関係が複層している場合が多く、用地買収や
建物移転保証に伴う生活の再建が困難なケースが多いことなどが考えられます。これまで事業に長期間を要したことを考えますと、現在長崎市が事業を進めている即効性実現性の高い車道整備事業の手法を取り入れて、斜面市街地再生事業の整理見直しを行い、住環境の改善に努めてもらいたいと平成28年2月議会で指摘をさせていただきました。そこで斜面8地区の進捗状況及び完成見通し並びに斜面市街地再生事業の課題をどのように考え、今後どのように対応しようとしているのかお伺いをいたします。括弧に、まちづくり協議会との連携。長崎市はこれまでまちづくり協議会とどのような連携を図ってきたのか、また今後はどのように連携を進めていこうと考えているのかお尋ねをいたします。大きな3点目、地域コミュニティについて、括弧1、地域コミュニティの進捗状況。長崎市では連合会や社会福祉協議会支部、育成協議会など各団体が連携してまちづくりに取り組む地域コミュニティ連絡協議会の活動が平成30年度モデル事業としてスタートいたしております。現在私たちの地域でも1月に仮称福田小学校区コミュニティ連絡協議会設立準備委員会を立ち上げ、自分たちの町は自分たちで良くするをテーマに、人口減少、少子高齢化など地域を取り巻く環境が大きく変わる中、これからも暮らしやすい町にしていくために、福田地区のまちづくり計画書の策定に向け準備を進めてまいりました。去る8月25日には福田小学校区コミュニティ第2回目のワークショップを開催しました。そこでお尋ねをいたします。地域コミュニティの仕組みづくりにおいて、モデル地区や準備委員会を立ち上げ話し合いを進めた地域及び今後話し合いを進める地域の進捗状況、検討に至っていない地域の課題についてお伺いをいたします。最後に大きな4点目、一般国道202号の整備推進について、括弧1、現道の未開業区間の対応、一般国道202号の大浜トンネル入り口から福田郵便局前交差点間は、工事車両を含めた大型車両も増大し、歩道幅の狭い区間における子どもたちの通学や通勤、日常の買い物など、市民の安全に支障をきたしている状況にあります。現在、小浦船津公園前交差点から福田郵便局前交差点間の約770メーターの区間において、長崎県が現道改良工事を進めていますが、工事の進捗状況と完成見通しについて、また大浜町から福田本町の区間にはバスベイが設置されていない箇所が残されております。未整備箇所の早期完成に向けた長崎県と長崎市の対応状況についてお伺いをいたします。以上、本段からの質問といたします。なお、理解を深めるため実績から再質問をさせていただきますので、よろしくお願いを申し上げます。市長。おはようございます。市民クラブ井上茂久議員の質問にお答えします。4点目の一般国道202号の整備推進についての括弧1、現道の未改良区間の対応についてお答えします。
まず1点目の原動改良工事の進捗状況と完了の見通しについてですが、福田地区の主要な幹線道路である一般国道202号は道路幅員が狭く、大型車の離合がしにくい区間や歩道が十分確保されていない区間、さらにはバスベイが設置されていない箇所が残されており、交通環境の改善が喫緊の課題となっています。このようなことから市、市議会、交通関係者、地元関係者で構成する一般国道202号福田バイパス道路整備促進協議会を中心に、県や国などの関係機関に対し原動改良の整備促進についても積極的な働きかけを行っているところです。このような地元や関係者と一体となった活動によりまして、道路管理者であります長崎県においては原動の改良策として大浜町の大迫バス停付近や小浦町の中浦バス停付近、フレスポ福田ウエスト前などで歩道拡幅やバスベー設置など年次計画によって整備に取り組んでいただいており、これまでに歩道整備が約740メートル、バスベーの整備が11箇所完了をしています。現在は福田本町の小浦船津公園前交差点から福田郵便局前交差点間の約770メートルにおいて歩道の整備などが進められており、この区間での平成29年度末の進捗率は事業費ベースで約 61%、 用地取得率は約 87% となっており、平成34年度の工事完成を目指して鋭意整備が進められています。次にバスベイが未整備となっている箇所の早期完成に向けた県と市の対応状況についてですが、現在大浜町から福田本町にかけてバスベイが設置されていない箇所が5箇所残っています。バスベイを設置するにあたっては道路拡幅のための用地取得が大きなポイントであり、地権者の方々のご協力が必要不可欠となります。県では現在事業中の福田本町工区の進捗を見極めながら残る未整備箇所の対応を行うこととしていますが、早期完成のためには沿道敷地での建て替えなど民間の動きにも注目しながら用地取得のタイミングを逃さないことも非常に重要であるため、市としても地域の皆さんとの意思疎通を絶やさず情報収集に努め、県と市が連携を図りながら早期完成に向け整備を進めていきたいと考えております。以上、本団からの答弁といたします。環境部長、ご質問の1点目、外郭団体の運営についての括弧1、長崎市外郭団体等経営検討委員会からの提言を受けての検討状況のうち、一般財団法人クリーン長崎に関するご質問についてお答えいたします。クリーン長崎の前身である株式会社長崎衛星公社につきましては、資料収集世帯の減少や散財化により平成18年度末には累積債務が17億円を超えるなど危機的な状況となっておりました。このようなことから平成19年度に町内に設置した長崎衛星公社改善検討プロジェクトチームからの改革案に基づき、資料収集体制の縮小、早期退職制度の実施および給与水準の見直しなど抜本的な経営改善策に取り組み、これらを実施した上で平成24年に長崎衛星公社を解散し、市の一定の管理下のもと一般財団法人クリーン長崎を設立したところでございます。そのような中、長崎市外郭団体等経営検討委員会からもその年の11月に組織や人員体制の適正化、業務のスリム化および採算性の確保などについての提言を受けたところであり、クリーン長崎におきましてはその提言も踏まえ、資料の収集量に応じた資料収集体制の縮小などを行ってきたことにより現在黒字経営が続いているところでございます。併せて市からも職員がクリーン長崎の評議員や
理事に就任することで経営に参画し、その中で経営状況の把握や課題等の共有を行っております。そうした中で、資料収集運搬業務につきましては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、地方自治体の固有事務とされており、極論すれば市が最後の一件まで責任を持って行う義務があることから、今後も減少していく見込みである資料の収集量に応じた効率的な資料収集体制への計画的な見直しを着実に行っていくとともに、収支状況の見込みなども精査しながら、業務のスリム化など経営面の合理化についても鋭意取り組んでいく必要があると認識しておりますので、そのための具体的な協議をクリーン長崎と進めているところでございます。以上でございます。水産農林部長。ご質問の1点目、外国団体の運営についての括弧1、長崎市外国団体等経営検討委員会からの提言を受けての検討状況のうち、長崎市地産地消振興公社の分についてお答えいたします。長崎市地産地消振興公社の運営につきましては、長崎市外国団体等経営検討委員会から農水産物直売所運営事業など民間が経営することが可能な事業については、施設の在り方を含め民営化について検討することとの提言をいただいております。地産地消振興公社は農業および地域の振興を図るため、農地流動化および耕作放棄地の解消である農地利用集積円滑化事業や、就農希望者への実践的な栽培研修を行う人材育成事業などの公益的な事業と、農水産物直売所運営事業を合わせて運営しているところでございます。このうち農水産物直売所運営事業につきましては、その多くが民設民営で運営をされ、提言をいただきましたとおり、民営化は可能であると認識をしております。農水産物直売所の民営化の検討につきましては、農水産物直売所運営事業の収入の一部を地産地消振興公社の公益的事業に充当しており、公益的事業を柱とする地産地消振興公社の安定経営に農水産物直売所が貢献していること、また農水産物に限らず地域の特産品の販売仕入れなど、農水産物直売所が三和地域において果たしている社会的役割が大きいという地域の実情を踏まえる必要があります。以上のことから、農水産物直売所の民営化を単体で検討するのではなく、平成29年度に策定した長崎市農業振興計画後期計画に基づき、新規就農労働支援農地集積対策の体制の充実を図る中で、地産地消振興公社が担う公益事業の在り方について関係機関と協議を行いながら、農水産物直売所の民営化につきましても総合的に検討を行うよう考えております。以上でございます。南総合事務所長。次に、一般財団法人長崎市野崎振興公社についてお答えいたします。野崎振興公社の運営につきましては、長崎市外郭団体等経営検討委員会から、民間でできるものは行政の負担を減らす意味からも民間でやるべきであり、指定管理期間の5年後に事実できないようであれば廃止する方向で検討すべきであるとの提言をいただいております。野崎振興公社は長崎市の観光資源の開発促進並びに地域住民及び勤労者の福祉の増進を図り、もって長崎市への発展に寄与することを目的として、野崎総合運動公園、野崎炭酸温泉あれが軍艦島の管理運営事業、一般廃棄物収集運搬事業、野崎物産センター事業などを行っております。また地域に根ざした公社として、あれが軍艦島で使用する食材などの地元業者の仕入れや、ごみ収集業務における地域住民の見守りや、高齢者宅への声かけの実施、公社職員の地元雇用など地域の活性化と地域コミュニティに大な貢献を行っている地域力が高い団体であります。公社では平成26年度に長崎市野崎振興公社経営改善計画を策定し、各受託事業の現状と課題等を洗い出した上で、平成27年から31年度までの5カ年間の経営方針をまとめたところです。特に公社の中心事業である野崎炭酸温泉あれが軍艦島の運営については、1、
付加価値の高い商品造成、2、情報発信の強化、3、施設付加価値の向上、4、経営体制、営業活動の強化、4点を重点戦略として掲げ、次期の受託に向けてさらなる経営改善に取り組んでいるところでございます。長崎といたしましては、収益性が高いあれが軍艦島の運営を堅実に行うことが、野母崎振興公社がしっかりと自立するための利益追求型への経営転換に資するものであると認識しておりますので、引き続き公社の取り組みを支援してまいりたいと考えております。以上でございます。まちづくり部長。ご質問の2点目、斜面市街地再生事業についての括弧の1、進捗状況及び課題への対応についてお答えいたします。長崎市では斜面市街地における防災性の向上や居住環境の改善を図るため、平成7年度から斜面市街地再生事業に着手し、8地区を重点整備地区として位置づけ、国の補助金を活用しながら生活道路の整備を中心に取り組みを進めております。しかしながら事業には多くの家屋移転を伴うことなどから事業が長期化し、まだ着手していない路線もあることから、事業開始から20年以上が経過しておりますが、重点整備地区全体の進捗率は事業費ベースで約5割にとどまっております。地区ごとに申しますと、すでに完了しております十善寺地区以外は、海老名地区が約 67%、 稲佐朝日地区が約 43%、北大浦地区が約 32%、 南大浦地区が約 42%、 水の浦地区が約 45%、 岩瀬道立上地区が約 46%、 立山地区が約 63% となっております。このうち着手している道路の整備状況といたしましては、十善寺地区、海老名地区、北大浦地区、岩瀬道立上地区はすでに完成しておりますが、その他の地区におきましては、水の浦地区が今年度の完成を目指しているほか、南大浦地区が平成31年度、稲佐朝日地区が平成32年度、立山地区が平成36年度の完成を目指し、鋭意整備を進めているところでございます。このような状況になる中、かねてから各重点整備地区ごとに設置いただいている町づくり協議会との意見交換の中で、未着手路線にかかる地権者の方から、事業の着手時期が未定であり、不動産の取り扱いに悩んでいる等のご意見をいただいていたため、平成24年度に未着手路線の地権者の方々を対象にアンケート調査を行いました。その調査では、事業への協力を示された方が約3割にとどまるなど、今後新たな路線に着手したとしても、事業の長期化が予想される結果となりました。一方、平成34年4月に策定した立地適正化計画では、斜面市街地においても災害の危険性が低い、より安全な地域を居住誘導区域と定め、この区域に徐々に住み替えていただく方向を示したところであり、これとの整合も図る必要がございます。従いまして、斜面市街地再生事業につきましては、まずは現在施工中の生活道路の着実な完成に努め、合わせて長崎市で進めている車道整備事業や老朽危険空き家の除却への支援など、速効性、実現性の高い事業へ転換する方向で、まちづくり協議会をはじめとする地域の皆様や、国、県といった関係機関との協議調整を早急に進めていきたいと考えております。続きまして、同じく2、斜面市街地再生事業についての括弧の2、まちづくり協議会との連携についてお答えいたします。地元のまちづくり協議会とは、事業の立ち上げの段階から協議を重ね、整備計画を策定いたしました。その後、事業を進めていく過程におきましても、協議会に対して定期的に事業の進捗状況や、当年度の実施箇所の説明、意見交換などを行い、地元と行政とが一体となって事業の進捗に取り組んできたところでございますが、事業の長期化や役員の高齢化などに伴い、協議会の中には休止や解散に至っているものもございます。こうした状況の中、現在長崎市は活動が続いている協議会に対して、事業の進捗状況の説明や意見交換等を行っている状況でございます。しかしながら、斜面市街地再生事業の見直しを行うにあたりましては、地元の皆様のご理解が必要不可欠でございますので、今後につきましては、まちづくり協議会や地元自治会を軸として、地元の皆様と十分な意見交換を行い、
連携をより緊密なものとして見直しにかかる作業を進めてまいりたいと考えております。以上でございます。企画財政部政策官。ご質問の3点目、地域コミュニティについての括弧1、地域コミュニティの進捗状況についてお答えいたします。地域コミュニティの仕組みづくりにつきましては、平成23年度からその方向性について検討を開始し、地域コミュニティ在方委員会等において検討を重ねてまいりました。平成26年度には在方委員会において地域の各種団体の連携、将来像や進むべき方向性の共有と実現に向けた取り組みの重要性及び財政的支援も含めた市の支援の必要性について報告書を取りまとめました。これを踏まえて平成28年度に市長による地域説明会及び意見交換会を市内10ブロックで開催し、いただいたご意見を踏まえ、地域コミュニティ連絡協議会を基盤とする地域コミュニティの仕組みの素案を作成したところです。平成29年度に入りまして、市内17ブロックでの市長による地域説明会及び意見交換会の後、地域コミュニティ推進室で全69小学校区ごとに説明会を開催しました。合計で171回に上っております。今年度におきましては、式見、ダイヤランド、土井の首、深堀、模擬、横尾の6地区をモデル地区として、まちづくり計画に基づく事業に取り組んでいただいており、モデル地区の状況と合わせ、話し合いを始める前の段階や話し合いを始めた段階、まちづくり計画の実施に向けた段階など、それぞれの段階に合わせた検証を行ったところです。ご質問のモデル地区以外の地域につきましては、今日現在で大園、高野木、戸町、西北、福田、北陽、晴海台、西町、野母崎、椛島、西城山の10地区で協議会設立に向けた準備委員会が作られ、それぞれの地域の現状の把握や将来像、必要な取り組みについての話し合いが開催されています。また理解を深めるための勉強会の開催や準備委員会設立に向けて検討を進められている地区が31地区、検討に至っていない地区が30地区ございます。検討に至っていない理由としては、地域コミュニティの仕組みづくりについての必要性の理解が地区内で広がっていない、他の地区の進み具合を見ながら判断したいなど、地域によって様々でございます。そのような地区に対しましては、まずは地域の現状をしっかり聞き、地域の実情を知ることから始めています。その上で、より多くの地域の団体や住民の皆さんに対する説明会の開催を促したり、モデル地区の具体的な取り組みの紹介を行ったり、先進地視察へ参加していただくなど、地域のニーズに合った支援を進めてまいります。先に取り組みを進めている自治体においても、すべての地区で組織が出来上がるのには10年以上かかっている、またはかかったという状況もございますので、私たちとしましても、時間がかかってもこの仕組みは将来を見据えた仕組みであるとの信念を持って、一つ一つの地域に合わせてしっかり取り組んでまいります。以上です。34番、井上茂久議員。一通り答弁をいただきましたので、さらに理解を深めるために、意見を交えながら再質問をさせていただきますので、よろしくお願いをいたします。まずは3点目の地域コミュニティにつきまして、地域コミュニティの推進状況の中で、現在長崎市は人、拠点、資金の面から支援するとしております。地域課題の解決、負担軽減、住民の参画などに取り組まれておりますが、職員を含めた人の支援についてどのように対応されているのか、お尋ねをいたします。企画財政部政策官。再質問にお答えします。
私たち地域コミュニティ推進室および総合事務所、それから地域センターのメンバーで地区を支えるチームとなってしっかりと地域に入っていっております。それから説明会におきまして、またワークショップにおきましては、そこの地域に住んでいる職員についてもご紹介いたしまして、一緒に参加していただくことを促しているところです。いずれにしましても、住民としての職員、それから支える仕事としての職員として地域の中に入っていきたいと思っています。以上です。34番、井上茂久議員。職員についてはしっかりとその地域に入っていっているというような見解でございます。福田地区におきましては、職員の参画によりまして、共に今現在活動を行っております。職員が動くことによって、あるいは参加することによってですね、この地域コミュニティのいわゆる長崎市の取り組み、この本気度がですね、地域に伝わってくるというふうに私は感じております。今後、準備委員会を立ち上げようとしている地域におきましても、地域と関わりの強い社会福祉協議会の支部や、あるいは地域包括センター、あるいは各種団体等への働きかけをぜひお願いをしておきたいというふうに思います。次に、去る8月25日、福田地区におけます準備委員会でのワークショップ、いわゆる福田についてみんなで話そうをテーマに、グループごとに福田の良かところ、危ない箇所、福田の歴史、福田にこれがあれば良かとに、福田の道路事情、福田の自然、地域の伝統行事など多岐にわたる意見要望が上がりました。ワークショップでの交通分野、安全安心分野における話し合いの一例を取り上げますと、目指す姿は地域で守ろう福田っ子とし、現状の課題問題点として歩道車道が狭い、交通量が増大し危険な状況にある、マンパワーで安全確保を行っている、私たちにできることは声かけを行う、表示を作る、交通ルールを守る、心がける、働きかけるなど多岐にわたる大人の視点からの意見要望が上がっております。また福田小中学校の協力を得まして、生徒の皆さんより福田の町の未来についてそれぞれの思いを事前にアンケートを取っていただきました。アンケートの中では、通学路を広くしてほしい、交通事故ゼロの町、横断歩道に信号をつけて安全な町にしたいなど、交通分野における子どもの視点、生徒からの意見をいただき、国道202号の危険箇所の改善、整備推進を図るべきと再認識させられました。地域のつながり、近所付き合いが薄れていく中で、ワークショップも含め、一堂に会しての話し合いの大切さを痛感しましたので、今、話し合いの概要を紹介をさせていただきました。次に、大きな4点目、一般国道202号の整備推進について、括弧1、現道の未開緑化の対応、バスベイ未整備箇所は大浜町から福田本町までの間に5箇所あります。設置にあたっては、用地の取得のタイミングを逃さないことが重要である、このような答弁がありました。これまでバスベイが設置されていなかった中浦バス停付近におきまして、1ヶ月前パチンコ店が解体されることに解体されることになりました。バスベイ設置の要望を
県に行っていますが、長崎県と長崎市の対応状況をお伺いをいたします。土木部長。再質問にお答えいたします。一般国道202号の長崎市内向け中浦バス停の整備に関連しまして、隣接地において現存建物の解体がなされるという情報を地域からいただきましたので、市といたしましても直ちに道路管理者である長崎県へお伝えをいたしました。県においては早速対応いただき、土地所有者の方に対し地元からの要望を伝えるとともに、バスウェイ整備のための協力を、お願いしていくということでございます。長崎市としましては今後とも、地元などと協力しながら広く情報収集に努め、県との連絡調整を密に行いながらバスウェイの整備が実現しますように必要な対応を行っていきたいというふうに考えております。以上でございます。34番井上茂久議員。特に中浦バス停付近は大きなカーブで見通しが悪く、交通事故が発生しやすい危険な場所でありますので、この機会を逃したら道路整備、道路改善は非常に困難になると思います。地権者のご協力をいただけるよう長崎県振興局と十分連携を図っていただき、バスウェイの整備ができるようよろしくお願いを申し上げます。この情報をキャッチしたとき、現地を訪ねて感じたことは、生活道路通学路の上に解体足場があり、そのパイプ足場の中を歩かなければならず、危険を感じました。このようなケースを含めまして、事前に事業者が各自治会や関係する団体に説明し、注意を促す必要を感じましたので、行政からの指導を含めて情報の共有が図れるよう対応をお願いをしておきます。また福田バイパス建設促進規制会は、福田地区自治会連合会をはじめとし、12の構成団体で平成17年6月に規制会を立ち上げ、今日まで長崎県長崎市に対しまして陳情要望活動を行いながら13年が経過をいたしております。その間平成23年8月に設立をされました一般国道202号福田バイパス道路整備促進協議会と連携を図りながら、福田バイパス建設を含む国道202号の交通環境の改善に向けて、今日まで署名活動を行いながら長崎県や国に対して早期事業化と道路予算確保の要望活動を行っております。規制会総会あるいは各種会議体では、大人の視点から見る、いわゆる県は費用対効果を言われますが、人命安全には変えられない、安全対策として行政の力で道路を作ってほしい、大型トラックが増加しているのでバイパスで迂回させる必要がある、あるいは歩道が狭く雨の日は傘もさせない状況にあるので歩道の拡幅をお願いをする、事故があった時の対策としての観点からバイパスの必要性を考えてもらいなど、国道202号の改善と福田バイパスの早期事業化に向けた調査員の意見要望が出されております。合わせまして先ほど紹介をいたしました子どもたちの視点での危険箇所の改善も痛感していますので、今後ともの長崎市のバックアップをお願いをしておきたいというふうに思いますが、ここで見解があれば求めておきますのでよろしくお願いします。土木部長。再質問にお答えいたします。福田
福田地区の交通環境につきましては、平成17年より、先ほどご紹介ございました、バイパスの建設規制会、これが地域で作られ、その後、長崎市の全体のレベルとしての協議会も作り、市長が会長となりまして、各種要望を進めているところでございます。でまずは、限度改良を行ってですね、地域の交通安全、まずこれを最優先にしようということで、私どもも県に強く働きかけを して、今日に至っているわけですが、抜本的な対策としてはやはり、ご指摘にあるように、バイパス整備というのは必要かというふうに考えております。こういうことで、まずは国道202の改良を優先しつつも、バイパスについてもですね、今後も継続して、長期的な課題とはなりますけれども、県国に対して要望を継続して進めていきたいというふうに考えております。以上でございます。34番井上茂久議員。はい、ぜひよろしくお願いを申し上げます。次に、大きな1点目、外郭団体の運営につきまして、括弧1の関係、長崎市外郭団体と経営検討委員会からの提言を受けての状況でございます。再質問をしますのでよろしくお願いします。一般財団法人クリーン長崎、今後も下水道の普及、また人口減少に伴う収容収集件数の減少が見込まれております。作業体制の見直しを行い、経営の合理化を図るとの答弁がありましたが、具体的にどのようなことを行うのか、またクリーン長崎の収益は年々減少傾向にあります。いわゆる委託事業の考え方についての見解を求めます。環境部長。再質問にお答えいたします。クリーン長崎発足後、資料収集体制につきましては、資料収集世帯の減少に応じまして、3班12人の減員、バキューム車5台の減車を行ってきたところでございます。今後も減少していく資料収集世帯の見込み状況に合わせまして、引き続き計画的に減員や減車による効率的な資料収集体制の見直しを行っていく必要があるものと考えております。また現在の長崎市からの委託事業としましては、主に粗大ごみの収集運搬業務やプラスチック製容器包装選別等処理業務となっております。これらの業務は現在経営支援として委託しているものでございますが、将来的には基幹業務である資料の収集運搬業務と浄化槽業務に特化できるかどうかも含めまして、今後の計画の中で検討してまいりたいというふうに考えております。以上でございます。34番井上茂久議員。計画の中で検討をするということですが、今回の質問につきましては提言を受けて5年が経過している中での質問ですから、早急な対応を要請をしておきます。クリーン長崎の人員につきまして、平成25年度から平成29年度にかけまして、プロパーは44人から33人に、嘱託は16人から4人に減少し、臨時職員は52人から60人に増大、その他再雇用を含めて3人から5名に増大をしております。全体の職員数は115人から102人2人と13人減少しておりますが、いわゆる受託事業と人員バランス及び年齢構成をどのように把握をされているのかお尋ねをいたします。環境部長。再質問にお答えいたします。クリーン長崎の受託事業と人員とのバランスにつきましては、日頃からクリーン長崎と協議等を行う中で確認をいたしており、業務量に見合った必要な人員を適正に配置されているものと考えております。なお全体の職員数が減少していることにつきましては、基幹業務である資料収集世帯の減少に合わせた資料の収集運搬にかかる作業員の減少などによるものでございます。なお年齢構成につきましては、現在50歳代以上が全体の約8割となっておりまして、
年齢の高い職員が多いことから、今後の職員の退職見込みなども踏まえました適正な人員体制の在り方についても現在精査を行っているところでございます。以上でございます。34番井上茂久議員。修了の、収集量に応じた修了収集体制の、構築を行う、あるいは収支状況の推移を精査しながら、業務のスリム化など経営の合理化について、いわゆる、クリーン長崎と具体的協議を進めているということであります。年齢構成は50歳代が全体の8割を占めているとの答弁がありました。一例を挙げれば、修了および浄化槽デイの発生量の予測では、平成28年度実績で1日あたり 87.5 キロリットル、そのうち修了は 55.3 キロリットル、平成33年度では修了は約半分の量となり、平成38年度では約3分の1となるとの予測が出ております。従いまして、具体的協議、適正な人員体制、将来の修了処理方式の検討を含め、基本計画、いわゆる実施計画の策定を早急に行っていただき、健全経営に つなげてもらうことを強く要望しておきます。それから、一般財団法人長崎市地産地消申告者につきまして再質問を行います。農地流動化の促進や担い手育成事業などを重点に実施、総合的に効率的な農業と地域の発展に努めるとの見解が示されましたが、具体的数値及びその成果はどのようになっているのかお伺いをいたします。水産農林部長。再質問にお答えいたします。地産地消振興公社は、貸し出し可能な農地の情報を集約し、農地の借り入れ希望者とのマッチング及び仲介を行うことで、農地の貸し借りの円滑化を図る国の制度、農地中間管理事業の取り組み団体として、平成26年度から平成30年8月までに333筆 31.3 ヘクタルの農地の貸し借りを成立させており、その他の事業でも平成19年度から平成30年度までに137筆 15.0 ヘクタルの農地の貸し借りを成立させております。また、先ほどご説明いたしました新規就農者の育成を図る人材育成事業において、平成15年度から29年度までに119名が研修を修了し、平成17年度から29年度までに75名が新規就農いたしました。さらに、就農後の生産物の販売を直売所で行う、直売所出荷型農業者育成を行う団体としての役割を担っているとともに、農水産物直売所には556名の登録会員がおり、平成29年度の販売実績は約2億2900万円となっております。このように、公益的な事業と農水産物直売所の運営を組み合わせながら、総合的効率的な農業と地域の発展に取り組んでおります。以上でございます。34番井上茂久議員。はい、しっかりと取り組んでいただきたいというふうに思いますし、地産地消振興公社、そして野崎振興公社につきましては、意見を述べ、要望をさせていただきます。先ほどの地産地消振興公社におきましては、新規就農者の育成を図る人材育成事業において、平成15年度から平成29年度までの間、119名の研修が終了し、75名が新規就農したことは、農業及び地域の振興の発展に寄与していると評価ができるものです。民営化の提言は可能とのことですので、期限を切って公益事業の在り方について関係機関と協議し、結論を早急に出してほしいというふうに思います。また長崎市野母崎振興公社につきましては、指定管理期間の5年間、いわゆる委託期間が終了する平成31年度までに公社の在り方について結論を出す必要があります。これまた早急な対応を要望しておきます。
次に全体的な意見ですが、長崎市外郭団体と経営検討委員会からの提言を受けての対応について総合的な意見を申し上げます。長崎市が資本金の 25% 以上を出資している団体を外郭団体とし、現在10団体があります。また長崎市の資本金が 25% 未満のもので、市が設立に関与した団体の関係団体7団体含めて組織運営の検討見直し検証チェック体制の構築が求められております。検討委員会からの提言を受けて5年経過しようとする中で検討はされたのか疑問に思いました。それぞれの外郭団体等が中長期の経営改善計画を作って計画的な経営に取り組み、いわゆる将来ビジョンを明確にして団体運営を行い、市が指導監督する必要があると私は思いました。5年も経過をすれば担当部長あるいは担当課長は人事異動で変わります。担当部署の職員も変わり、そのような点を含めるといわゆる提言意見が、そういうのがだんだんこう薄れていくのではというふうに懸念をしております。いわゆる全庁的に統括をし、経営改善計画の策定と進捗管理を行う必要があるというふうに私は思いますので、今後どのように考えているのか、この関係は総務長の見解を求めます。総務長。再質問にお答えいたします。それぞれの外郭団体等の在り方の検討や経営状況の管理につきましては、各所管している部局で進めておりますが、外郭団体等の全体的にわたる総合的な調整は総務部が受け持っております。外郭団体10団体および関係団体7団体の計17団体のうち、現在中長期的な経営計画を定めている団体は7団体となっておりますので、定めのない団体につきましては関係部局と協議し、その策定を進めたいと考えております。団体がより明確なビジョンと中長期的な計画性を持って経営を進めることができるように取り組み、また所管部局とともにしっかりと計画の進捗を管理してまいりたいというふうに考えております。以上でございます。34番井上茂久議員。しっかりと対応するということですが、先ほども述べたようにですね、5年が経過している中でのいわゆる検討状況の答弁だというふうに思います。そういう意味ではですね、本当に検証チェック体制この構築をですね、ぜひ強く求めておきたいというふうに思います。最後に2点目の斜面市街地再生事業につきまして、進捗状況と課題の対応について再質問を行います。事業の見直しについては以前から質問等を行ってきました。これまで具体的な動きがありませんでした。いつどの組織で事業の見直しの検討をはじめ、現在に至っているのかお尋ねをいたします。まちづくり部長。再質問にお答えいたし前に、先ほどのですね、本段からの質問に対する答弁に対しまして一部修正ございますのでご報告いたします。私は先ほど各地区の進捗状況の中で岩瀬道縦亀地区の進捗状況を約 46% とお話しましたが、正確には約 64% でございます。お詫びして修正させていただきます。それでは再質問にお答えいたします。先ほど答弁いたしました通り、かねてからの地元の町づくり協議会からの地権者の方からのご意見、あるいは平成24年におきますアンケート調査の結果を踏まえまして、やはりこの斜面市街再生事業につきましては見直しが必要なものということを判断して、その見直しに着手したということでございます。しかしながら、その後長崎市のまちづくりの方針を示します都市計画マスタープランや、その実現のための立地適正化計画の策定を行う中で、これらとの計画との整合を図る必要が生じましたので、一定の時間を要してまいりました。
しかしながら斜面市街地におけます防災性の向上、それから居住環境の改善、これらにつきましては重要な課題あるという認識は変わっておりません。これからも地元の皆様方と十分な意見交換を行いながら早急な見直しを行ってまいりたいと考えております。以上でございます。34番井上茂久議員。まあ、いわゆる斜面 市街地の8地区におきましては、現在、まあ、事業を進めているいわゆる国が承認した重点整備区域および、構想段階いわゆる未事業化の整備計画区域があります。重点整備区域の進捗率は事業費ベースで約5割に止まっているとの回答がありました。このことは残りの事業を進めても完成までには予算ベースで20年以上もかかるというふうに思われます。整備計画区域はいわゆるゼロに戻す、チャラにするということと、まあ、受け止めざるを得ません。斜面市街地におきましては人口減少あるいは人口少子高齢化の進展も長崎市平均より早いスピードで深刻化し、一日も早い完成を待ち望んでおりました。事業の見直しにつきましては平成24年度に未着手路線の移転対象の方々を対象にアンケートを実施した結果を踏まえていわゆる見直しをするという見解が示されております。これまたアンケート実施から5年以上経過していること、まちづくり協議会の活動につきましては8地区のうち活動地区は4地区、活動休止が2地区、不定期活動地区が1地区、解散地区が1地区となっております。おおむね平成27年度以降まちづくり協議会との連携が4年間も途絶えていること、それぞれに長男やまちづくり協議会との協議連携の進め方に私は問題があると考えます。行政と地域が一体となってまちづくりを進めていく上ではこのような事業の見直しを行う場合、今後どのように管理指導していくのか、まちづくり部長の見解を求めます。まちづくり部長。再質問にお答えいたします。これまで当該事業の見直しが進んでいなかったということにつきましては私の指導監督が足りていなかったものと考えております。仕事は組織で行うものでございますので、当該事業のように特に地域の連携により進めていく事業につきましては、たとえ人事異動等によって担当者の交代があったとしても地域との対話が途切れることはあってはならないというふうに考えております。現在改めて地域に入っていく準備を進めております。今後は町づくり協議会や協議会が休止または解散に至っているような地区につきましては地元の自治会を窓口とさせていただきまして、一日でも早く地域の皆様の不安が解消できるよう地域に寄り添いながら事業の見直しにかかる作業を進みますように業務の進行管理と職員の指導を徹底してまいりたいと考えております。以上でございます。34番井上茂久議員。はい、非常に今回の質問でですね問題に感じたのは外郭団体等からの提言を受けた関係、これは5年を経過している中であまりこう検討状況が進捗してなかった、それからこの斜面市街地再生事業につきましても先ほど指摘をしましたようにまちづくり協議会との連携が相当不足をしとったと、このことを感じましたので今後ですねしっかりと今の私の意見指摘も踏まえてですねしっかりと対応をお願いしておきたいというふうに思います。合わせまして事業の見直しにあたりましてはやはりまちづくり協議会や地元自治会と十分な意見交換を行うことはもちろん早急な見直しを行うとのことであります。いわゆる代替事業の一つとして先ほど
本団からも述べましたように、速攻性実現性の高い車道整備事業も考えられます。車道整備事業は平成27年度から平成30年度まで地域の実情に応じた整備が行われております。防災性の向上と居住環境の改善に大きく貢献しているものと思います。地元からの継続要望もあると聞いておりますので、平成31年度以降も車道整備事業の継続を要請をしますので、改めてここで見解を求めます。土木部長。再質問にお答えいたします。車道整備事業につきましては今年度最終年度として事業を進めたところでございますが、今後につきましては現在整備効果の検証を行っているところでございます。こういった中で市議会あるいは地元からの継続要望があること、これにつきましては十分に踏まえながら今後のあり方についてしっかりと検討し結論を出してまいりたいというふうに考えております。以上でございます。34番井上茂久議員。それぞれの見解をいただきました。今それぞれの地域では地域コミュニティ作りの立ち上げも含めて行われております。やはり地域の中で行政がしっかりと出ていって話すことはこれは重要でありますので、今後とも指摘されないように地域との連携を強くお願いをして私の質問を終わります。以上です。次は